黒木ほのかのシークレットショールーム、ほのけバラエティートーク。始まりました、ほのけバラエティートーク。番組の前半は X で募集した投稿からほのアワードを決める時間です。なんかこういうやつあるよね、下が丸になってて、こういうやしろ、やじろべ、やじろべって何どういうおもちゃ楽しいん、これが。いつかやろうよ、アイキャッチで だってあそこはオチがなくてもいいんじゃないですか、あのアイキャッチは。なんかいつかやるかもしれません。ということで、じゃあ今回募集していたテーマはこちら、あなたの好きな弥生軒のメニューは。はい、こちらでございます。超楽しみにしてました。まあなんでいきなり弥生軒のメニューなんですかっていう話なんですけど、まあ弥生軒っていうのは正式名称ご飯どころ弥生軒っていう名前だと思うんですが、まあ定食屋さんでチェーン店なんですけど、黒木さんが学生時代から大阪ですよ、大阪の JK だった頃から上京して声優見習い、そして声優として活動していた時にもずっと働いてたお店なんですねおよそ8年間弥生軒のバイト選手としてずっと働いてました。なのでちょっとね、まあ、最近はもちろんもう辞めて何年か経ってるから知らないけど、まあ、でもそんじょそこらの弥生軒店長より知識があるのではないかということで、ちょっとこのねテーマで、まあ、お話とか、まあ、皆さんから好きなメニューを募集してるんですけど、なんか豆知識とかがあったらいろいろ言いながら投稿を読んでいこうかなと思っております。ちなみに、前回の生放送のゲストだった南咲さんは弥生軒に、まあ、行ったことある、多分カキフライ定食を食べたっておっしゃってました。カキフライ定食は秋に出る期間限定のやつです。ちょっと春か秋か忘れてたんで調べてみたんですけど、秋に限定で出るやつですね。人気です。私カキフライそんな響かないからまかないでも食べたことないんですけど、まあ、弥生軒には厳密に言うとまかない制度はなくて、まあ、今は分かんないんですけど、食事補助制度っていうのがあって割引で食べられるみたいな感じでしたね。じゃあちょっと投稿いこうかな。まずはまさかずさん。自分はまだ弥生軒に行ったことがないのですが、唐揚げ定食を食べてみたいです。ボリューミーな唐揚げとリーズナブルな価格にとても魅力を感じました。今度弥生軒デビューしてきます。頑張ってねそうだ、1点ちょっと補足なんですけど、弥生軒に行ったことがないよっていう方は食べてみたいメニューを送ってねって言ったのと、あとねチェーン店ではあるんですけど47都道府県にはなくって、弥生軒いくつかない地域もあるので、もしかしたらしょんぼりした方もいるかもしれないんですけど、まあね、それこそね、声優オタクなわけですから、なんかイベントとかでなんか違う場所に行く時があったら、せっかくだからちょっと、あ、ほのけの働いてた場所感じるかつって弥生軒にいや相当なオタクですけどね、そんなぜひね、弥生軒美味しいんで足を運んでほしいななんて思いますということで、じゃあ続いて、スイカさん。季節限定メニューですが、宮崎冷や汁と鶏南蛮の定食です。夏の食欲がない時期でもスルスル食べることができる冷や汁に本格的な鶏南蛮がついたお得なメニュー、ハマっていた時期は週1で食べていました。ありがとうございます週1で来てくれる人には、え、いつも来てくれますねとか言ってました。私は本当は多分良くないけどねだって恥ずかしいじゃん、多分恥ずかしい人もいるじゃん、バレてんだみたいな冷や汁か、とか今宮崎冷や汁とっていう名前になってるんだね。
冷や汁と鶏天の定食だった気がするな、私の働いてた時代は。やっぱちょっと改良をね重ねてるんですよ、弥生軒も。ありがとう弥生軒。冷や汁でも実は食べたことないんですよ。なんか味噌ベースの冷えた汁の中にきゅうりスライスしたのと白ごまとあと豆腐が入ってるのかな。ちょっと私はホールスタッフなんで詳しい食材はもしかしたら違うかもしれないですけど、合ってる？合ってるっぽい。で氷も入ってます。氷を入れるのはスタッフ、あのホールスタッフの仕事なんで氷お願いしますってこう出てくるから、あいよっつって入れてました今日おもろいなっつった？いつもおもろいだろうがよはい、じゃあ続いて、チーカマザウルスさん、結局ライスかっこおかわり、漬物かっこ無料、だしかっこ無料で締めに食べるお茶漬けが一番うまいんですよね。なんならあれ食べるために注文する定食は前菜でお茶漬けがメインまである。これが弥生軒の素人っぽく見えるクロートのような素人の回答です。対戦よろしくお願いします。そうね、2、3周回って素人かもでもだしね、そのだしっていうのが追加されたんですよ。私が勤務してた時代はなくて、だしあったらいいなみたいなお声はいただいてたんですよ。もう本当どの立場で物言ってんのって話なんですけどそう、あのあったかい、あれな、ほうじ茶かな、そうほうじ茶のポットはあのセルフサービスで、あのご飯がそれこそお客様によそってもらうっていう時代があったんですけど、その時にポットが置いてあってそれでお茶漬けにしてた方は結構いらっしゃって、でもやっぱだし茶漬けにしたいっていうお声もいただいてたから、本当皆様のお声が反映されてるんですよ。そうプレナスの人、株式会社プレナスの人ですあとは金友さん、ふわふわの卵焼きが好きです。かわいい。そう定食もねもちろん美味しいんですけど、ちょっとサイドメニューみたいな感じで、フライドポテトとかミニ唐揚げとかあったりするんですけど、今ねちょっとメニュー見てるんですよ、ウェブで。私が働いてた時よりサイドメニューがめちゃくちゃ増えてて、唐揚げ10個がサイドメニューであんの、すごくない？910円ですよ。サイドメニューの値段ではない気がしますが、ミニ唐揚げは2個、私がよく提供してたやつで、唐揚げ5個もあって唐揚げ10個もある。素晴らしいね。ってか貝汁と豚汁って季節限定で入れ替わってたのに今グランドメニューなん両方、えぐっ激アツやんマジ。豚汁が冬らへんにあって、貝汁はそれ以外の季節にあるみたいな感じだった気がするんですけど、やっぱ貝汁好きの方お客様もいらっしゃって、絶対にもうあのサバの塩焼きに貝汁変更するっていうお客様とかがいるわけよ。もう店員全員覚えてるみたいな感じの、その人がやっぱ冬になるとちょっと足が遠のくんですよね。あ、貝汁ないからかななんて思いながら、いやそっか今両方グランドになってるんだね、ありがとう。ちょっと待って、本当にあのみんなの投稿を読みたいんだけど、私の思いがいっぱいありすぎて、ハムコさん、ナス味噌と焼き魚の定食が好きです。甘辛いナス味噌でまずご飯大盛りを1杯、焼き魚でもう1杯おかわりするのがマストでした。ほうほうほう。昔夜勤明けでほぼ毎日町田店さんに通っていた思い出。いいんか町田店とか言ってバレるぞ。ナス味噌うまいね。ナス味噌はねでもいろんなあの歴史がありまして、もともとはナス味噌と島ホッケのセットの定食やったんですよそう、しかもいくらやったかな、740円とかの時代があったんですよ多分。でそっからちょっと値上がりしたりとか、あのナス味噌と島ホッケじゃなくてナス味噌とサバの塩焼きのセットになったりとかして、でもねホッケもうまいけどサバ塩もうまいね。ちなみに昔のオーダリングコード、その店員同士であの注文をさ略称で言うんですけど、サバの塩焼きは焼き魚って言ってたんですけど、途中からサバ塩に変更になって、もう私は猛反対しました。サバ味噌
とサバ塩ちょっとほら似てるやないですか、間違ったらどないするんですかとか言ってたんですけど、まあ一倍との意見は通るわけはなくっていうちょっと苦い思い出もありながら、あとどうしよう、あ、エイさんが冬限定のすき焼き定食って言ってますね。冬に温かいものが食べたいときはこれだなと思います。そう、鍋も熱いんすよ。メニュー4種類かな、海鮮チゲ、チゲ、カレー、カレーにね、これまたウインナー入っててね、うまいんすわ。あとすき焼きと特すき焼き、肉の量が 1.5 倍のやつとかがあったりね。そう、冬の弥生県は熱いよ。あの鍋カードみたいのあって、鍋定食頼むと鍋の券が1個つくのよ。でそれ5枚集めたら次鍋で1回無料みたいなね。そう、私忘れたらほんまに怒られる。もうやめろって。いやや、これであと30分いける。あ、肉野菜炒め定食、いや肉野菜炒め定食もうまいよな。野菜炒めっていうオーダリングコードですね。辛味噌をつけるの忘れるんですよね、怒られるんです。うまいんす。え、いやいや、まだまだ読みたい。いやいや、いや、またやろう。確かになんか何ヶ月後かに皆さんも弥生県ちょっと食べたことある人が増えた段階でもう一回やりたいですね。はい、ということで、ちょっと時間が迫ってるので賞をあげたいと思います。じゃあまずは、どうしよう、まずはじゃあ、不覚にも知らなかったでしょう、こちら発表したいと思います。つぶやきさん太郎さんです。名古屋の味、味噌カツとエビフライの定食ですって言ってくれてる方。地域限定があるんですか、知らなかったです。そうなん、大阪で働いてた時なかったけどな、大阪限定たこ焼きみたいな。安直すぎるか。甘辛い味噌だれがとんかつによく合い、ご飯が進む進む、マジで美味しいです。衣のザクザク感も楽しめて、定番の味噌カツ煮定食とはまた違った味わいなんですよ。地域限定メニューなので、さすがのほのちゃんでもこれは食べたことがないのではっていうね、余計な一文もついてるんですけれども、そう、食べたことない。美味しそう。そっか、甘さがきっとよりあるんでしょうね、グランドメニューの味噌カツ煮より。いいな、しかもエビフライついてんだ。エビフライも入っちゃってる感じなのかな、味噌の中に、それとも別添え。思ってた感じと違う。うわー、あの銀の鍋じゃないんや、皿に乗ってんの、はあ、面白い。食べたすぎる。くそー、おめでとう、不覚にも知らなかったでしょう、受賞でございます。じゃあ続いて、私とお揃いでしょうを発表したいと思います。よみやんさんです。好きなメニューはミックスとじ定食です。カツとお肉が卵とじになっているだけで最高なのに、エビフライも一緒に卵とじになっているのが本当にいいです。あと弥生県の出汁が本当に美味しい。初めて食べた時ご飯5杯おかわりしました。おめでとう。ただミックスとじ定食でそんなご飯進むかっていう、もっとご飯進む系のね定食があるから、ミックスとじでご飯いけたのすごいね。ミックスとじはほんまにうまくて、ただちょっとお箸やと食べにくいんで、スプーンくださいって恥を忍んで言うのがいいですね。そしたらあのご飯にもかけやすいからね。これ私も大好き、ミックスとじ定食。なんかもう変な人になってきた。じゃあちょっと最優秀賞いきましょうか。もう全員ナンバーワンだよ、本当に。それだけはちょっと前提として言いたいんですけれども、じゃあまずいきましょう。最優秀賞はトレピさん。メニューはチキン南蛮定食ですと。そう、やっぱ今回メニューね募集して、好きなメニューをチキン南蛮っていうお声が本当にたくさん届いてて、やっぱね嬉しい限りなんですけど。
この方はね、弥生軒がまだ飯屋丼っていうお店の名前だった太古の昔にチキン本人が言ってるから危ない危ない、本人が言ってます。太古の昔にチキン南蛮とご飯おかわり自由に命を救われてましたということで、このエピソードがやっぱちょっと私の胸にグーッと響いて、この方が最優秀賞かなと思います。で、私も飯屋丼っていうの知らないんですよ。私は弥生軒になってから働き始めてたん で調べたところ2004年頃から弥生軒がちょっと、まあ1号店みたいなのが2004年にできて、そこから2006年ぐらいまでにもう飯屋丼が全て弥生軒に、まあ、変わったっていう感じらしいんで、もう20年近く前に通ってくれてたということでね、これは感動の出会いですよね私とトレピのだって私が弥生軒で働いてなかったらトレピともしかしたら出会ってなかったかもということで、ちょっとこの出会いにね、多分トレピも運命を感じたと思うから、ぜひあのね、イベントとか来てください弥生軒の話しようやはい、ということでちょっとまだまだ語り足りない、紹介し足りないところなんですけれども、ちょっとお時間ということで、皆さんご投稿ありがとうございました。じゃあ続いてのお題をここで発表しようと思います。こちら、何も調べずにこれちょうど10年前だろうと思うものをリプライしてください。はい、これちょっと楽しい企画というか、皆さんの時の流れの速さを知れるんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっと禁止カードがありまして半沢直樹、もう半沢直樹は2013年っていうお話を、もしかしたらこの番組の一人喋りで私が言っちゃってるかもしれないんで、あの10年ぶりに青春を取り戻してるっていう話をしちゃったかもしれない。ちょっと半沢直樹は禁止とさせていただきます。2013年ですね、多分ね、半沢直樹。そしてあのもう一個ありまして、ミリオンライブあのミリオンさんがね、やっぱその10周年イヤーということでこうツアーをやってたりとかしたので、ちょっとミリオンさんを出してくるとまあ簡単かなみたいな思ったりもしたんで、ミリオンさん、いや10年すごいことなんですけど、ちょっと今回のちょうど10年前だろう調べずにっていうので言うと、ちょっと一旦禁止カード強すぎるんで、禁止カードと、あ、2011年なんだ。え、じゃあもっとやって11年目、あ、そうなんだ。じゃあまあ禁止カードでもないけど、まあでもちょうど10年前でもなくなるから、まあ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 いいか。で、はい、私が思う調べずにちょうど10年前、言っていいですか、テレビアニメピューパー、どうですかね。ピューパー、まあ何分アニメだっけあれ、3分とか、もうちょっと短かったのかな。ピューパっていうアニメがあったんですけど、それ10年ぐらい前じゃないか、どうだって。そしてあと作家さんがなんか言ってたよね、なんか言ってたよね何でしたっけ、あ、キルラキル、10年前じゃないって言ってるんで、なんかこの辺もまあ私たちと被っちゃうから、まあ、別の何かをひねくり出してこねくり出してほしいんですけど、キルラキルって10、もうちょい前な気しちゃうけどね。え、マトイ流行ですよね、満館食魔子、須崎彩さん10年、いやどうでしょうか。ちょっとね、あの答え合わせはだから番組でするってこと、だからみんなもえどうだったかなって、あのリプライを送ってから調べるっていうのは一旦なしにしてほしいです。まあ投稿してくれたやつ全部私がここでね紹介できるかはちょっと分かんないからあれなんですけど、一旦あの調べずに2週間ぐらい待っといてください。2週間は言い過ぎ、1週間ぐらい待っといてくださいということでよろしくお願いします。こちらね、番組の X からポストしておりますので、リプライで投稿してください。あと YouTube のコメントでも投稿 OK です。以上、ほのアワードでした。ということで後半に続く、黒木ほのかのシークレットショールーム、この番組はホビーショップアミアミの提供でお送りします。